続いて感謝するのは竹本。誰ですか竹本さん、一番感謝したい人は。いい、うん、私が一番感謝したい人は上村さんです。 おめでとうございますなぜ上村。上村のために生まれて初めて作ったハンバーグ、いびつな形は一応ハートのつもりです。こんな素敵なプレゼントしていただいてありがとうございます。2022年は料理ができる女になって、いろんなものを上村さんに提供できるように頑張りたいと思います。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあ名前とかあるんですか。なんかラブリーラブリーセンクスハンバーグです。今まで一番ダサい名前ですね。ラブリー食べていただきましょう。はい、火が入ってるか、ちょっと一回割ってみてですね。味見一回もしてないですけど。肉汁出てきましたよ。あ、肉汁出てきた。結構固めだね。これ。あ、焼けてる？うん、いただきます。うん、おいしい。奇跡が。おいしい。お店の味。え、本当ですか？お店の味。どこの？どこの？なんで店？お母さん直伝のやつが良かったんだよね。そうですね、お母さんのレシピ。めちゃめちゃ美味しい。本当ですか？初めてとは思えない。ありがとうございます。こちらこそありがとう。でもこうやって褒められたらまた嬉しくなって料理するかもしれないですね。そうですね。いいきっかけになるんじゃない？ちょっと今日の夜ハンバーグ作ろうかな自分で。調子乗っちゃっても。ありがとうございました。また感謝がたまったらやりましょう。